アウディ Q5 はドイツの自動車メーカーアウディが生産、販売する D セグメントの高級 SUV である。駆動方式はクアトロのみである。Q7 に次ぐ2番目の SUV として開発されたもので、同社の A4B8 同様、フォルクスワーゲングループ MLB プラットフォームを用いている。このプラットフォームは縦置き FF 用をベースとしながら、 可能な限りフロントオーバーハングの寸法とフロントへの荷重の偏りを抑えた設計であり、アクロを走る上で重要となるアプローチアングルの確保にも寄与している。さらに、最低地上高や ESP の制御も、Q7 に比べ、よりオフロードに適したものとなっている。A4B7 同様、すべてのエンジンが縦置きである。日本向けは2009年5月21日に、 発表された。パワートレインはガソリン仕様、欧州向けにはディーゼルエンジン仕様も設定されている。ガソリンエンジンは 3.2LV 型6気筒、フシート 2.0L 直列4気筒、TFSI 直噴ターボの2種類。最高出力では 3.2L が 270PS と上回るものの、最新世代の 2.0TFSI エンジンは 35.7kg フォース。 M という最大トルクを1500から 4200rpm にわたって発生しており、3.2リットルのそれを上回っている。2012年11月21日には、当モデル初のマイナーチェンジを実施。新開発の2.0リットルと3.0リットルの新型エンジンを搭載したほか、ヘッドライトなどを改良し、フロントマスクのイメージを一新した。2013年2月1日、 日本市場にハイブリッドモデルが投入される。パワートレインは 211PS、4300から 6000rpm、350 n m メートル、1500から 4200rpm を発揮する2.0リットルの TFSI で、発足、ティプトロニックトランスミッションと組み合わせる。54PS、210 n m メートルのモーターを縦置きエンジンの直後に配置する。 パラレルハイブリッドで薄型のリチウムイオンバッテリーを加湿化に配置する。また、東大の車種と4気筒2.0リットルエンジンは2014年に登場したポルシェマンにも流用される。日本国内向け 3.0TFS、SI、アイクアトロに変更2013年10月8日9号をベースとした S モデルである S9 号を発表した。 V63.0 TFSI エンジンを搭載し、最高出力は 354PS、最大トルクは470十ノメートルを発揮する。エクステリアは、専用デザインのシングルフレームグリルを採用した。また、スポーツサスペンションで車高 30mm ローダウン、させ、アルミニウム調のドアミラー、20インチホイール、リアディフューザー、リアスポイラーなどを装備する。 2014年5月15日には、アウディサムライブルー11リミテッドエディションを発表した。サッカー日本代表応援モデルとしてユニフォーム色、サムライブルーをイメージする限定車で、当モデルの他10モデルで設定される。2009年5月20日、オーストラリアでのベターズツアーにて公開。3.0リットル V6 スーパーチャージャーの TFSI を搭載し、 最大出力は 408PS、7000rpm、最大トルクは 50.1kgm、3000から 5500rpm となる。トランスミッションは7速エストラーノックを搭載し、0時速 100km 加速は4.4秒を誇る。また、セラミックブレーキを装備、トレッドを 90mm 拡幅、車高を 60mm ローダウンした。 アルミホイールは21インチとなる。2011年5月18日からベルリンで開催された第11回チャレンジビバンダムにて9号をベースに開発された燃料電池車コンセプトを初公開した。HFC とはハイブリッドフューエルセルの頭文字である。2016年のパリモーターショーにて発表。生産拠点は ドイツのインゴルシュタットからメキシコに新たに開設された工場に変更され、そこから全世界に向けて輸出される。2017年10月2日、日本市場にて販売開始。2代目となる当モデルは新しいプラットフォーム MLB-EVO を採用する。パワートレインは最高出力 252PS、最大トルク370ナノメートルを発揮する2.0リットル。 4気当直噴ターボエンジンと7速エストロニックを組み合わせる。駆動方式は、先代と同じく 4WD だが、ウルトラテクノロジーと呼ばれる新タイプのクアトロを採用。電子制御油圧タバンクラッチで、前後のトルク配分を調整すると同時に、システムが 4WD 走行を不要と判断すると、プロペラシャフト及びリアのドライブシャフトを切り離し前輪。 駆動とすることによって燃費を 13.9km、L と11%改善している。シャシーは新開発の電動パワーステアリングと前後にゴーリンクのサスペンションを採用。また、オプションで新開発のエアサスペンションも設定。7つのセッティングを選択することができ、舗装路からオフロードまで幅広い走行条件に対応できる。このほかコネクティビティ機能として、 アウディコネクトにて、インターネットからの情報サービスを受けられるほか、スマートフォンインターフェースや、Wi-Fi スポット機能などを備える。さらに、セーフティサービスにも対応し、事故などの発生時に、車両から自動的に、SOS コールが発信される、アウディ SOS コール、スマホを使う。2017年10月2日、通常モデルの発売と同時に250台限定となる。 ファーストエディションを販売開始。ベースとなる 2.0TFS、SI、アイクアトロに S ライン仕様のエクステリアを採用したモデルとなる。2017年11月9日、9 5 2.0TFS、SI、アイクアトロスポーツを新たに設定。2018年4月25日、北京モーターショー2018において、9 5 L を初公開。ベースモデルの9 5に対し、 ホイールベースを 88mm 伸ばし、後席のレックルームを 110mm 拡大した。2019年2月19日、日本市場向けにクリーンディーゼル搭載モデル、アウディ 9540TD クアトロが導入された。アウディジャパンとして、クリーンディーゼル搭載モデルを販売するのは、初めての車種となる。2019年10月7日、q 5のプラグインハイブリッドモデル。 9555TFSI クアトロを欧州で発売。デトロイトモーターショー2017にて初公開。2017年10月2日、ベースモデルとなる2代目、95のフルモデルチェンジと同時に販売開始。パワートレインは、V 型6気筒 DOHC 3.0リッター直噴ターボで、最高出力 260kW、最大トルク500ナノメートル、51.0。 KGM を発生させる CWG 型エンジンを搭載。発足ティプトロニックと組み合わせるとともに、アウディ独自の燃焼方式 B サイクルによって燃費効率を10%改善し、0時速 100km 加速は5.4秒を発揮する。エクステリアは専用のシングルフレームグリル、ベースモデルと異なるデザインのバンパー、20インチのアルミホイールなどを装備。また、 フロントカメラで対向車や先行車を捉えて瞬時に配光を変える自動ハイビームのマトリックス LED ヘッドライトを標準装備する。ありがとうございます。